お疲れ様です。お疲れ様です。はい、新年明けてから今日は、男3人での YouTube ということで、はい。はい、お正月三が日、まあ、うちのお店お休みがあったじゃないですか。はい。その三が日で、僕、ちょっといいことと、ちょっとショックだったことっていうのがあるんですけど、はい。皆さんなんかそんなハプニングとかなかったですか？お休み中。そうですね。個人的ニュースで言うと、はい、いろいろあったんですけど、あれですね。はい。うん、嫁の車のバッテリーが壊れて、あら、はい、バッテリー上がってて、はい、コードでやったんですけど、はい、繋がらず、はい、それがもう出かける30分前に発覚。あら。いつもお世話になってる自動車屋さんも正月休みです。お休みだからね。はい、もう急いであれですね、ホームセンター行って、バッテリー買ってきて、バッテリー繋げて、はい、なんとか、自分でやったわけですね。はい、やりました。なるほど。すごい。あれ大変でしたね。ちょっと次じゃあ僕いいですか。はい。僕あれなんですよ、まあ、一応家族でも初詣に、お店のみんなとも行きましたけども、家族でも一応初詣に行った時に、はいはい、一応おみくじを引いて、大吉を引いたわけですよ。お、何かいいことがあるかなと思ってた矢先に、次の日の朝ですね、朝起きたら僕の車のフロントガラス、ピーってひびが入ってて、おら、あら、いや、もともと飛び石になってたのは分かってたんですけど、もう朝起きたらそこからこうひびがもうピーって入って、お、何にもしないのにそんななるもんな。なんかそれで車屋さんの人にもまあ聞いたら、やっぱりその温度差、あ、すごい冷え込んでたのに、ちょっとこう日が照って暖かくなった時に割れたりすることがある、うん、なるほど。もっと早く直しておけばよかったのにと言われてということがあったんですけど、なるほど、はい、なぐちゃんの言う、はい、いいこと悪いことの、いいことっていうのは、はい、大吉を引いた。よし、これでと。ちなみにおみくじでしょ、はい、で、いろいろ書いてあるじゃない、はい、なんか読んだ、その内容は。ちょっと忘れちゃいました、ね。大吉っていうところにも。大吉だけ。よしっていう。なるほど。いや、だからほら、大吉ではあるけど、なんかほら、あれ何、なんか、いろいろあるよね。あります、あります。項目が。あります。うん、あれでしたね。うせものってあるじゃないですか。うせもの、なく、うん。用心しろみたいなこと。はいはいはい。用心しとけば大丈夫だけど、なんか、用心しないと、そうそう。だからさ、しちゃうよみたいな。うちの家族も、なんかおみくじ引いてて、僕は引いてないんだけど、で、なんか、嫁と、うちの下のチビが、大吉だったのかな。お姉ちゃんが吉かなんかだったのかな。だいずれにせよ、そこばっか見てて。いや、そう、僕はそうですけど。で、俺は、自分やらなかったけど、やったとしたら、まあ大吉なんか何なんかっていうのももちろん見るけど、はい、やっぱり何が書いてあるかってことが、結構見たい方なんですよ。見るなら。確かに。だから、ナミちゃんも大吉はいいけど、はい、見ましたよ。ね。だからそこの、なんか気をつけろとか、はい、ね、なんか、ま、よく待ち人来たるとか、はいはいはい、なんか、そういうのをちゃんと見て、それをこう、次の日からの行動にこうね、反映させていかないと、っていうのがね。確かに。もしかしてフロントガラス気をつけろって書いてあった。書いてあったかも。書いてあったかも。書いてあったかも。前方気をつけろとかね、なんかそういうのあったかもわかんない。確かに。そっか。それはダメですね。次から気をつけます。そうだ。代表は何かありましたか？僕はね、まあ、この、お正月の3日間って、まあ、僕らの仕事柄、長い連休って、その夏のお盆の3連休、あとこのお正月の3連休、僕らは3連休以上の連休ってないんですよね、基本的には。で、もう何年か前からかな、やっぱもう混むわけだ、どこ行っても。もう車は渋滞するし、駐車場は開かないしとか、でも何年か前からもうそれはもうしょうがないと、はい、でもこんな時ぐらいしか例えば家族でどっかに行くとか、なかなかできないから、はい、もう完全に事前にもう自分の気持ちをそういうモードに切り替えてるんで、もうこれから混んでるとこ行くぞ駐車場ならなかなか開かんぞと、はい、うん、
覚悟して行ってるんで、そもそもそんなにこうイライラすることもないですし、うん、だから今年に関して言えばハプニングらしいハプニングもなくて、まあ、穏やかな、うん、非常に穏やかな、お休みを過ごさせてもらったんですよ、はいはい、だから三が日っていうエピソードで言うとそんなに特にこうトピックス的なことはないんですけど、つい、もう昨日とかの話で言うと、はいはい、まあ僕あるね、はいはい、アーティストが大好きで、はいはい、去年からねずっと応援してて、うん、で、あのその方の、まあ、SNS があって、はい、でこれもうファンクラブ限定で、まあ、観覧することができるものがあって、はい、今ってだからその、まあ、アーティストでもそういう SNS やってる人とかやっぱいっぱいいて、はい、運が良ければ、その人とね、こう、ちょっとこう、メール、あの、メールというかコメントのやり取りができるかもしれない。まあ、こういう時代だったりするんだけど。はい、そうですね。もう、あの、僕、その方から、その方の投稿に、ちょっと僕もコメントをさせてもらったんですよ。はい、はい。そしたら、すごい、なんて言うんだろうな。僕のコメントに、いいねって感じのコメントを返していただいたんです。それは嬉しいですね。すごい。いや、もう僕朝起きて、朝起きて、何時かなみたいな感じでこう携帯パッて見たときに、あの、ね、携帯の画面に通知があって、バッて、ね、そもそも、あの、普通に考えたら、そんなわざわざ返信なんてないんですよ。はい。うんね、うん。でもその方すごくいい人で、ちゃんと自分たちが投稿したものに、あの、いいねのアクション、はいはいはい、はくれるんですよ。もうこれだけでも、なんかその人がね、自分で指でこうやってピーってやってくれてるのかなとかって思うと、嬉しいじゃない？嬉しいです。なのに、こう、文章が来てたわけですよ。ね。しかも読んだら、もうすごくその僕のコメントに対して、いいね、わかるよ、うん、みたいな、うん、肯定的なコメントをいただいて、ものすごい嬉しかった。嬉しいですね。もういきなり今年、いきなり、いきなり来ちゃった。もうすごい嬉しくて、まああんまり細かい詳細はここではね、はいはいはい、ちょっと言えないですけど、うん、まあとにかくそういうこう、まあ交流って言ったらちょっと厚かましいのかな、うん、まあでも一応その、文章のラリーがあったわけですから、うん、 ね、いやもうこれはすごく嬉しくて、うん、でまあそういうちょっと流れで言うとね、まあ簡単に言うとやっぱり今のね、まあ時代がどんどん変わってきてますから当然ですけど、うん、やっぱ時代の変化の中で、うん、例えば日本人らしさだったりとか、うん、やっぱ日本人ってもともとその和をすごく大事にするとか、うん、まあ、協調性があるとか、ね、いろんなそういうこう、日本人らしさみたいなものがあったりとか、はい、で、その中で、なんていうのかな、こう個性。まあ、最近はどっちかというとこう個性を、みたいな、個性を認めるみたいな時代感もあるんだけど、うん、はい、なんかそういうその、じゃあ一体個性って何なんだろうとか、うん、じゃあ和って何なんだろうとか、ね、一歩間違えると、なんか和って、うん、そのすごい周りの人のことを気にかけすぎる、はい、うん、で自分の主張ができなくて、うん、みたいな反面的な一面もあるよね、はい、でかといって個性もじゃあ個性って何なんだと、うんうん、いや俺の考えはこうなんでとか、うん、いや俺のやりたいことはこれなんでとか、うん、俺の好きなものはこれなんでとか、そんなのだけが個性なのかなみたいな、うん、ところもあったり、はい、なんかそういう、でもそういうことをさ考えたりするのって改めてでもいい時間だなって思って、なるほど、まあそういうアーティストであったり、まあ自分にとってこう影響力のある人がそういうこうことを投げかけた時に考えるきっかけになるよね。うん、うん、で僕もだからそういうの見て、ああ改めてそうだなってこういろいろ考えさせられたというか、はい、うん、考えて、うん、やっぱりその
まあね、ナミなんか俺と割と同世代だから、うん、あの俺らの頃の学生の頃の、うん、あのなんていうの、学校のこう規則、はい、校則、はい、でなんか最近の言い方で言うと、あのなんだっけ、ブラック校則あみたいなことを言われてたりするよね、でもさ、俺もだからその頃はなんでこんなこと守んなきゃいけないんだよ、うん、とか、うん、なんだよ靴下のワンポイントってなんだよ、なんだよでワンポイント親指抱いてなんだよそれみたいなはい、はい、ね、これがついてるかついてないかで何の問題があるんだよとか、はいはい、なんか男の子はあの襟足が、はい、あ学生服のカラーにかかってはいけないとか、はいはいはい、なんかいっぱいあったよ、ありました、ね、いっぱいあったし中には理不尽なものもあったし、うん、まあ理不尽だと思うものもあった、うん、けどやっぱりそのルールってのがあって、うん、だからこそそのルールに対して、うん、これはどうなんだとか、うん、ね、でも破ったら破ったでやっぱそれなりのペナルティーもあって、うん、でも俺はそのペナルティーを食らってでもこれは守りたくねえんだっていう、うん、はい、なんか守るにしても破るにしてもそこに一定の覚悟が必要だったり、はいはい、だから守ろうが破ろうが別に何もないみたいなのって、うん、逆に個性生みづらくねえかなとか、うん、思ったりとか、はいはい、うん、でもうちょっと大人になるとなんかその結局周りからいや佐藤さんってこういう人ですよねとか、うん、佐藤さんってこうですよね、つまり僕がそう見られてる、うん、で見てる相手からするとそれが僕の個性である、はい、だからやっぱり認めてくれる人がいないと、うん、個性なんてのはそもそも成立しないよなとか、うん、なんかそういうね、うん、ちょっとなんか大人なことを、はいはい、うん、考えさせられたというか、はい、考えるきっかけをもらったというか、うんうん、でまあ確かにやっぱり最近すごくそのハラスメントだったり、うん、まあその働き方改革とかだったり、うん、まあ時代がすごく大きく動いててね、はい、うん、でその中で一応僕らは、まあ僕らというか僕なんかは一応経営者の立場なんで、はい、そこに対してやっぱりその今の世の中のそのルール感、うんうん、働き方はこうですよとか、今すごくハラスメントがすごくこう厳しい時代ですよっていうルールの中で、うん、俺はこうしていこうとか俺はこう思うっていうのを、うんうん、なんかやっていくことが結果的にうちのお店らしさだったり、はいはい、ね、うん、だからまあやっぱりそういう意味ではこうルールや規則ってなんかそのルールや規則自体がまあ、どれだけ正しいか間違ってるかってことも大事なんだけど、うん、なんかそれに対してどういうふうにこっちがアクションをしていくのかっていうところに、はい、うん、自分たちの進化が問われるという、うん、なるほど、いうふうにね、はい、思っちゃった、うん、正月からなかなか深いことを考えたよ、そうでしょ、だからもう何でもいいよ好きにしなってなったら、うん、なんか自由って感じにくいよね、うん、そりゃそうですね、ええ、やっぱ1週間あって、うん、5日間もうがっつり頑張って働いてるから、うん、休日が待ち遠しくて、はいはい、休日が充実したり、はい、うん、やっぱお正月休みもね、うん、まあ、3日間僕らなんか休むんだけど、はい、やっぱもう3日目に入ると、うん、やばい、そろそろカットしたい、はい、カットしないと、はい、みたいな、ええ、うん、だからあんまりね長く休みはいいのかっていうとね、うん、そうでもない、うん、結局やっぱ充実感が大事だよね、そうですよ ね、うん、仕事してても、うん、休んでても、はい、自分が充実できてる時間かどうかっていうのが、はい、人間のそのなんていうのかな調子の良さにすごく関わってくるような気はしたかなっていうことで、はい、なるほど、うん、まあそういう意味で言うとね、だから僕あんまりお正月はそんなに大きなこう出来事、はい、いいも悪いもあんまりこう波はなかったんだけど、はい、まあ、強いて言うとだから本当にあれだね、2日の日に鍋ちゃんちの家族に遭遇して、はいはい、あのデパートで、はいはいはい、もう子供が本当に懐かない、うん、あのもう不意にねすごく寂しい思いをさせられたっていう、なるほど、 そのぐらいかな、あとはもう穏やかなあの正月を過ごさせてもらいました。それだけがありますね。大変失礼しました。で、まあありがたいことに、あの、昨日も今日もね、
あのまた大勢のお客さんに来ていただいて、ありがとうございます、うん、で今今日映ってないけど、はい、伊藤さんでっていうかさっきからなべちゃんもなんか時折ゲホゲホしてて、はい、でやばいやばい、伊藤さんも、あのすげえ風邪っぴきなんですよ。あ、すごい風邪っぴき、はい、ね、伊藤さん、はーい声が聞こえた、ね、で伊藤さんはでもまだ、はい、マスクしてるんだけど、渡辺さんね、こんだけゲホゲホしてるのにマスクしないんですよ。マスクしないで、自称イケメンなんで。関係ない。関係ない。自称イケメンが、そうだね。マスクが。いや、だから、もうなんか、今嫌なんですよね。なんか、その、風邪菌来るんじゃねえかな、みたいな。あれ、今ちょっとなんか声が。そんなことない。違う。まあ、早く。そう、今入ってきたから、なんか、ね、こう出したの。ね。うん。まあ、でもやっぱこのね、はい、この時期、風邪のね。はい。流行り時期でもありますし、はい、なんかこう誰かこの間言ってたけど、今年のインフルエンザはそんなに強くないのかな。あ、うん、まだあんまり聞かないですね、うん、なんかパッと熱が出てパッと下がるみたいな話聞いたけど、あ、まあ、とにかくこれからまたね、しばらくあの寒い時期も来ますから、はい、あの渡辺さんちょっとね、はい、体調管理、はい、あのそもそもなんかあの2020年は体鍛えてどうのこうのって言ってるしょっぱなりもなんかもうギョギョギョし始めて、はい、まずい、もうちょっとね、はい、気をつけていただきたいなと思いますけどね、はい、はい、まあまあ僕らは明日明後日はお店が定休日なので、はい、ね、まあちょっとお正月明け、これカレンダー通り、うちそうです全くもってカレンダー通りに行くので、はい、何年に1回なんだろうね、ええ、1,2,3 の後にカレンダー的に第1月カードが続いて、ええ、5連休こ、そうそう、これが何年かに1回訪れる僕らのマックス連休っていう ね、 そうですね、これが5連休っていうのがあるんですけど、ええ、あれ前回が何年前だったかね、あって、次がいつなのかね、いつなんでしょうね、ちょっと調べてみないとわかんないですけど、ね、いつかは来る。なんで、まあ、4、5と仕事して、はい、まあ、もうすぐちょっと月、火が来て、はい、また連休なんですけど、はい、はい、まあ、今年もね、またたくさんのお客さんに来ていただいて、はい、少しでも喜んでいただければなと思って、はい、はい、なので、動画はまた次、水曜日から、はい、また上げさせていただきたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ですね。ですね。今、うっかりちょっと、そのさっき今言ってた、僕らの最大マックス5連休、はいはい、これ次いつなんだろうって調べたら、はい、なんと2021年の、1,2,3 の後が4、5月かってことで、なんと来年。来年訪れますね。来年のお正月休みが、5連休になりますと。はいいうことですね。あら、まさか来年だとは。さっき。これ、ちなみに前回がいつだったかなんだよね。結構前だと思うんだよね。まあ多分。ね。はい。もう結構、ほんと、何年も。多分3年、4年どころではないんだよね。じゃないと思いますね。うん、と思って、次もまたしばらく先かなと思ったら、はい、まさかの来年でしたね。ちょっと、ね、まあ、パッと調べたら出てきて。これちょっと追加動画でね。はい。はい、なので、来年、2021年1月は、はい、バックステージ5連休。5連休ですか、させていただきます。もう告知。もう告知。1年、はい、1年先の告知ですけどね、はい。また次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。